ユタ州南西部カルメル類層のバイオスパーライト質石灰岩に記録されたリップルマーク。レンコンとは堆積層の表面を水や空気が流れることにより周期的な波状の模様が作られた規則的な備蓄系のこと。地表、川床、海底などに形成され堆積物に見られるレンコンにより当時の流れの方向を推定することができる。 岩石の表面に刻まれた痕跡をリップルマークと呼ぶが、未固結な状態を含み掃除てリップルとも言う。リップルの形状は水と空気によって支配される。上流側の砂トーンが削られて下流側に堆積する侵食と堆積を繰り返すリップルの移動方向に傾斜する要理が形成される。上流から砂が供給されると現地系と遮光した要理が形成され。 砂の供給量が多いと上流側の侵食は少なくなる。流れの種類、速さ、流形などによる形状の差異が認められる。水流などの常に一方向の流れによって形成される形状をカレントリップルという。流速によって上流から下流に向かう形状に特徴が現れ、流速の速い順から絶状波曲状直線上と呼ばれる。 沿岸などの振動流によって形成される形状を、ウェーブリップルという。比較的尖った峰と緩い王状の微地形が交互に繰り返す形状を呈し、王状の中心から見た峰と、峰間の対称性が良い特徴がある。カレントリップルとウェーブリップルを定量的に識別する手法として、峰と峰間の波長と王状の波高の比率から判定する手法を、リップル指数という。 形成条件から、カレントリップルは、波高より波長が長く、逆にウェーブリップルは、波高が高く形成される性質を利用したものだが、形状の観察力が重要視され、調査道具の進歩により現在ではあまり用いられない。一方向の流れと振動流の複合作用によって、形成されるリップルを複合流リップルという。さらにリップルが水平方向に前進するとともに、 髪型にも積み重なる形状を、クライミングリップルと言い,い、堆積物が多量に供給される、条件下で発生し、一方向の流れ、振動流、複合流に関係なく形成される。化石レンコンとは、サザ波の痕跡、いわゆる波の化石と表現されたりするレンコンのことである。海岸沿いの旋回で、海底に刻まれた波の跡が固結し、 属性作用を経て地表に露出するのが一般的であるため、比較的粒度の揃った砂岩主体で構成されることになる。発達したレンコンは連続するさざみ模様が一面の岩盤に見られ景観性が良く、学術的にも貴重な資料であるため、天然記念物に指定されたものもある。ただし、レンコンは生物の存在を示す痕跡ではないため、厳密には化石という表現は、 正しくない。ありがとうございます。